ゴランを一人で潰したという男探したぜ。俺たちの組織に入れてやろうと思ってな。お前が入り鬼に金棒だ。なるほど、いい体してるぜ。おい、汚い手で俺に触るな。ジャッカル様、お願いです。僕の村を、おばちゃんやみんなを助けてください。タキ、タキじゃねえか。おい、バット兄ちゃん。村の井戸が突然枯れちゃって、
水が出なくなっちゃったんだ。そしたらみんな村を捨てて、おばちゃん一人残って新しい井戸を。でも一人の力じゃどうにもならないんだ。 Hello, I started this website for one reason, to share a secret. 水は必ず出るんだよ。でもそのためには男の人の力が必要なんだ。ケン、バット、お前の村はどこだ。水か、何度も言ったろう。長生きしたくば自分より強い相手とは戦わないことだとな。貴様らに俺の部下の資格はない。我々のオアシスが見つかった。足でまといになって捨てられた子供たちじゃ、今ではみんなわしの子供じゃと思っとる。俺はあんたの子供だなんて思ってないからな。おお、わしだってお前みたいな悪ガキ子供だなんて思っとりゃせん。ああいうバカは余計可愛いもんじゃって。あの子供たちを連れて旅をすることはでき、村に残るしかないのじゃ。水は必ず出る。この村にいた地質学者もそう言っとった。しかし厚い岩盤に遮られてどうにも手のつけようがない。それで皆諦めてしまったのじゃ。ケン、滝のやつ隣の村の水を盗みに行ったらしいんだ。あそこの水場には恐ろしい番人が見張ってるんだ。水場はどこだ。怪しい奴が水場をうろついてるぞ。とっつかないで水作らせ。
く逃げなきゃ。ウネズミ野郎が死ね。このガキ、人の水に手つけやがって。お前にそんな資格はない。なんだよ貴様は。やっちまえ。おばちゃんにこれを。おばちゃんは自分の水もみんなに分け与えて、それでもあと2日持つかどうか。でじゃあ水が出る前に死んじゃうよ。お兄ちゃんならきっとみんなを助けることができるよね。なんでこんな優しい子が死なねばならんのじゃ。僕は
まだ7つじゃよ。わずかな水のために汚れない命が奪われてしまう。なんて時代だ。くー滝水が出たようだな。ジャッカル様、行きますか。焦るな。あえて危険を冒してまで象を倒すことはない。要は象の肉を食らえばいいんだ。ああ、偵察隊の奴らが勝手に。ヤッホー、水だい。こいつはいい。もう水を求めて旅なんかしなくてもいいぜ。かかってこいよ。水を飲んだらすぐに出る。ここに水があることを忘れるな。こんないい水場を見逃すか。今日からここに俺たちのものだ。奴らがただの通りすがりの野党ならいいんだ。心配ご無用。いざとなったらこれがありますでな。わあ、すごい。
鬼し黙って見送っておあげ。この世の中にはわしらみたいな人間がいっぱいいる。あの人が現れるの待っているんじゃ。俺を置いていこうったってそうはいかねえぜ。あ、私もついていく。勝手にしろ。邪魔者はいなくなった。行くぞ。よし、修行を殺せば奴らは銃を恐れて逃げるかも。ますます活躍してもらおう。はっ、お任せを。ジャッカル、貴様の知恵を借りよう。こいつらを始末するにはどんな方法がいい。ババアの前でガキを一人ずつ公式兵というのはいかがでしょう。そいつは面白い。よし、そのガキからだ。おとなしくしろ。やめてくだされ。銃声、まさか。
がないんで、こっちにはガキがいる。逃げさせてもらうぜ。やるな。それ以上近づいたらガキどもは吹っ飛ばすぞ。 あいつらダイナマイトをガキの背中に。ジャッカル様は貴様とは頭の出来が違うわよ。ほら行け。そろそろ辛かるぜ。それ、こいつはお気に上げだ。うっ、何時にも子供が。ケイ、助けてあげて。ケイ、お前か。出て行ったか分かっていたよ。お前は他の子より大きい。自分がいなくなればその食料が他の子に。私や子供たちのために口べらしになってくれたんじゃろう。本当に優しい子じゃな。バット、最後だ。母さんと言ってやれ。母さん、お母さん。やつら地獄の果てまでも追い詰めてやる。